一つ、奴ら逃げる時にライフルとショットガンをいくつか盗んでいったようだ。用心しろよ。そうかよ、警告どうも。あとは頼んだぞ。じゃあな。何が頼んだだ、クソ。ブランドには銃を持った部下が何十人もいる。見つかったら迷わず撃ってくるような連中ばっか。なんだ、敵が来た。下がるぞ。前に出る。死ぬ気合だけだ。再現。
もらっとく。もらった。どこかにいる。何か動いてる。誰かいた。チェック。弾がやばいな。弾込めとくか。いただき。見つからない。今何？
今ので最後か、コーブランド。敵作りすぎだろ。
ああよし、こいつが発電機だな。撃たれてめちゃくちゃだ。よし、これでいいだろう。いいぞ。動くな。そいつに弾が入ってたら俺はもう生きちゃいないだろう。殺さないで。俺はなるべく女は殺したくないが、お前次第だな。見逃して、何もしないから。やばかった。さてと、地下シェルターでもあるか探してみるとするか。あると思ったぜ。地図だ。いっぱい印ついてるぞ。おっと、マニュアルか。よっしゃ、いいぞ。ちょうどコープランドの電波塔を片付けたところだ。塔を登って様子見してくる。少しだけ休むか。よく休んだな。ディーク、状況はうまくいってるか。問題ない。ただドリフターの女に不意打ちを食らっちまってな。
幸い奴は弾切れだったが。おめえ逃がしたんだろ。ああクソ、そうだよ、逃がしてやったぞ。女に甘すぎだろ。いつか命取りになるんじゃねえか。ああでもどうせいずれは死ぬんだ。原因なんてどうだっていい。またな。クソ、なんて高さだ。よし、ブーザーはバイクの音がって言ってたな。お前の言う通りだ。山に誰かいる。焚き火の煙が見えた。そうか、やっぱりか。どこにいやがる。俺も行く。よせブーザー、まずは腕を直せ。ここを出るんだろう。連中は任せとけ。やくさ、閉じこもってるとおかしくなりそうだって。行く。連中がそっちへ行くかもしれない。起きてるよ。またな。くそ、もっと鍛えないとな。あと少し。よし、もうちょっとだ。ああ死にそうだ。
やっとだ。いいだろう。おい、コープランド、いるか？終わったぞ。電波塔を封鎖して、ラジオの通信も復旧させておいた。了解。ディーコン、お前にはわからないだろうが、秩序を守るためには、ラジオフリーオレゴンが必要なんだ。違うな。秩序を守るには、十分な食料を与えることだ。3日間食わずにいてみろ。愛国心なんて速攻消えちまう。そうか。お前が間違ってることを祈るばかりだ。じゃあな。ラジオフリーオレゴンか。復活させんじゃなかった。リー君、おい、聞こえてるか？時間があったんで役立つもんを作っといた。ブーザー、ありがとうよ。後でそっちに行く。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。この国には路上生活者が多く、アメリカンドリームを追うのを諦め、段ボールで寝起きしていた者たちがいる。祖国のために戦った善良な市民もいたが、お役御免になるや政府に見捨てられた。 PTSD の意味は、心的外傷後ストレス障害じゃない、ポイ捨てされた同志だ。それはさておき、今や皆ホームレスだ。大昔みたいに大自然の中で暮らしている。政府の福祉と援助がなければ生きられないと思われていたが、とんだ見込み違いだったわけ。俺たちに必要なのは強い意志と決意、お互いへの信頼。政府には決して与えられないものだ。そう思う。私の信頼を勝ち